ははいこんにちは、えー、昨日ですね動画を更新しましたけどそこで最近そのプロのエロードレース中にジップのホイールが突然ね爆発を起こすという話を紹介したんですけど最近ねその2件連続この現象がね起こってまして1つはサウジアラビアのレースでもう1つは UAE のレース中にホイールがね爆発したんですけど、まあ、結構ね短いスパンで同じ会社のホイールがね 爆発したんで結構その業界的にも話題になってましてとうとう最終的に、ね、UCI が、ね、調査に乗り出すっていう、ね、事態になったんですね。で昨日、えー、動画を出した段階では、えー、ロットデスティニー2件目の爆発の起きた、ね、チームが、ね、声明を出してまして、まあ、タイヤも、ね、ホイールもそのメーカーの言う通りの推奨、えー、の、ね、組み合わせで使用しているとチームとしては、えー、問題ない組み合わせで 使っていましたっていいまましししたう声明を出してましてでタイヤメーカーのビットリアに関しては岩に、ね、ぶつかって爆発したからこれはねどんなホイールでも、えー、耐えることができないというねそういう見解が出てました。でホイールメーカーのジップに関しては現在調査をしてますっていう段階で、まあ、詳しいねコメントはなかったんですけど昨日ね動画を出してすぐぐらいにあのジップのねコメントがネットにね出てましてでジップの「 えー、見解がね、結構興味深くてタイヤの保持とフックレスリムに特化して私たちの内部プロトコルは公表されたどの基準よりもはるかに高い圧力にタイヤリムの組み合わせを晒しますこれは最大指定圧力だけでなく、えー、それ以上の余裕を持って安全性を確保するように 役立ちますというふうにねコメントを出しているんですけど、まあ、要はこれは定められた基準よりも高い圧力でホイールをねテストしてホイールの強度を試験してますよってことですね。そして ZIP、えー、は他のホイールおよびタイヤメーカーと協力して ISO およびエトルトによって提供される基準を確立しました。これらの基準に準拠するジップのホイールはタイヤメーカーが自社のタイヤが私たちのホイールで使用するために認証されていることを証明することを可能 タイヤメーカーからの認証は。 私たちのタイヤ互換性チャートに情報を提供します。私たちのシステムは安全が証明されており引き続きそうでありますということで完全に、ね、そのタイヤメーカーと協力して、えー、互換性をね実現していますってことですね。まあ、つまりそのタイヤの互換性が、えー、今回の問題ではなくてまくまでもいわ、えー、か何かを踏んだ衝撃による、えー、破壊だっていうねことですね。でこれねロットディスティニン、えー、チーム側がねはっきり言ってるんですけど道路の上の、えー、物体に ぶつかったって言ってるらしいんですねで、私たちのチームはこの状況を最優先事項として扱っていますえー、私たちの評価では衝撃の性質は リムの設計に関係なくタイヤとリムに重大な損傷を引き起こしたでしょうということで多分ねそのタイヤインサートが入ってるとかそんなんじゃなくてそれ以上の衝撃がね加わったんで今回壊れましたっていうことですね。でオンラインで流通している画像は重大な正面衝突による損傷と一致していますというふうに書いているんですけどこれね動画を探しました。で動画を探したんですけど YouTube に、ね スポーツのあの切り抜いたえで、ヘントがね。点灯した瞬間の動画が上がってるんですね。で、これで、ね、ちょっとコピーライトの問題があるんですけど、一応ね。今貼ってますけど、何回もね確認しました。何回もね。確認したんですけど、そんなね。もう前輪がね。瞬間的に破壊されるような物体がね。なんかあるようには見えないんですよね。で、ただ僕ね。その昨日の動画ではそのインサートが。 フォークに、ね、巻きついて前転して転倒っていうふうに説明しましたけどこれで、ね、動画見るとどっちかというと、えー、前輪がね、えー、ロックしてでそれで右前方にねディフェンダーが落ちたっていう感じであってそんな、ね、その瞬間的に前輪がねロックして。 大前いいうで、ね、ではないんですね。ただ今回の事故に関してはどうやら UAE からホイールがね ZIP の,ジップのね本社があるインディアナポリスまで送られてそこでもう一度ね、えー、詳しい検証をするらしいんですけど一、まあ、つね僕がこの動画を見て思ったのがもしねインサートが入ってなかったら。 戦闘してなかった可能性があるんですねインサートが飛び出してしまったことによってあのフォークにね巻きついて前に、えー、デヒントがね落下してるんで1軒目の事故ボ、ね、ビスターの選手に関しては。 あのインサートが入っってなかったんですよだから後輪がね爆発しても普通に走り続けてそれで自然と、ね、止まってるんですけどもしねレヘントの、ね、タイヤにねインサートが入ってなかったらおそらく前輪がねねロックはしなかったんでそのまま、ね、走り続けだからそのジップが本社で事故に起こったホイールをねもう一度、ね、詳しく再検証して詳しいねレポートが出る可能性もあるとは思うんですけど僕はひょっとしたらねそのタイヤインサートが何か 関わっている可能性があると思うんですね。でまあ一応ねその関係する、えー、ブランドからねすべて、えー、声明が出たんですけど、問題はですね U C I ですね U C I が何らかの対策をね施すというふうにはっきりとねリリースを出しているんで U C I け何かのね対策をね講じる可能性があるんですよ。でそれはもしかしたらあの今後ね、えー、内幅が二十五ミリのリムには最低二十九ミリのタイヤをね入れなさいとか、もしかしたら タイヤイヤンサートをね検出するる可能性もあるし絶対ねここまで大取りになってるんで UCI はね何もしなないいことはないと思うんですねでもちろんその CPA、えー、プロのね連盟のアダム・ハンセンもすごく怒ってますかなり強い口調でチューブレスのシステムに対してね疑問を呈してるんでその CPA もしくは UCI そのね両方がチューブレスのシステムに納得しないと今回の問題は終わらないと思うんで引き続きねその きなね検証結果それと UCI がどのようなね対策を講じるのか今後もね注目と思います前回出した動画がねめちゃめちゃバズりまして多分1日でね5000再生ぐらいいってるんですよでおそらくねほとんどの方がこのチャンネルね初めて来る方と思うんでぜひねこのタイミングでチャンネル登録の方ねぜひお願いしますというわけでこの動画がければ、えー、グッドボタン登録コメントの方もねぜひお待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょう